今日の講演内容の子育て論で、私が素晴らしいと思っていても旦那にうまく伝えられません。子供に対して役に立たんとか言う時があります。その時私はどう子供にフォローすればいいのでしょう。子供はたくさんの大人を見て育ちます。自分だけが育てているものではない。育てると育つは違います。そしてね、育てるよりも育つの方がずっと大きいです。私農業やっててそれすごく思いましたね。親が育ててるなんて、教師が育ててるなんて、おそらく思い上がりだと思います。私たちよりはるかにたくさんの人がその子に関わっている。さっきも言いましたけど、みんながみんな、その子を認める中で育った子は、認められる喜びや、大切に自分の思いを大切にされる、なんていうのかな、自己承認、自己存在感、自己承認欲求が満たされないんですよ。簡単な話をすると、一年中夏っていう地域に生まれた人は、夏っていう季節がわからないんですよ。わかりますかね。春夏秋冬ってあるから夏がわかる。つまり、その子を肯定する人もいれば否定する人もいるから自分の立ち位置が分かる。だから世の中は必ず対極がワンセットの価値になってます。戦争と平和とかね、幸と不幸とか必ずワンセット対にならないと分からないんですよ。でお父さんは大事な役です。否定するっていう役を、普通ね、否定するっていう役は誰もやりたがらないんですよ。当たり前じゃないですか。誰だって大好きに思われたじゃないですか。でもあえてこの人は、なんていうのかな、自分が憎まれ役になってるわけです。意識するとかしないとかいう、そういう問題ではなくてね。あ、そうなんだ、この子にはこの人も必要なんだって、思うだけで問題は解決します。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。